どうもゆなです。ピンポン。今回は企画がね、まだ自分も分かってないんですけど、何をするんですか？今日はですね、プレゼントがあります。こちらなんですけど。なんで電卓なの？電卓を今受け取りました。何に使うんですか？3月の20日電卓の日らしいんですよ。ゆなさんに電卓検定とかで使われてる電卓の掛け算と割り算の問題を30問用意したんでリアルなんで、5分間で30問中25問正解したら合格とさせていただきます。ねえ、やだ。合格できなかった場合はティッシュ配りのアルバイトをしてもらいます。お給料発生してください。検討しておきますってことで準備はよろしいですか？はい。電卓の使い方わかりますか？わかります。ダメすぎですねでは5分間測りますね。いやいいですか？はい。用意スタート。待って5分でめっちゃあっという間な気がする。待って1分経過。待って早い。綺麗に書いてくださいね。汚い。ねえ、これ点？それカンマね。カンマだから気にしなくていいよ。ねえ、気にしたんだけど長いんだもん。だって今何分経過しました？今ちょうど2分経過しました。待って、間に合わないよ多分これ。ゆなさん、お腹減ってきたっす。ゆな、さっき食べたからお腹減ってない。ゆなさん、ねえ、わかんない。昨日の晩ご飯何食べました？サラダ。朝ごはんは食べてない。待って、パニクる。僕今日の朝ごはん知らない、聞いてない。おせんべいだったんですよ雪の宿ってわかりますか？わかんない、もうわかんない。ゆなさん、ねえな。3分経過。むかつくこれ。5、2、6、7。よし、 B 行きます。静かになった何サラダ食べたんですか昨日？わかんない、なんだろうね。あ、サラダじゃない、チーズケーキ。チーズケーキ。サラダ食べようと思って、食べようと思って、あれ、ゆなさん、ドレッシングがなくて。ドレッシングがなくて、ゆなが作ったチーズケーキを食べた。ゆなが作ったチーズケーキにドレッシングをかけた。そう、違う。ゆなさん、あと50秒です。いや、待って、え、それは嘘でしょ。昨日の昼何食べたんですか？ねえ、ムカつく。待って、ね、嘘でしょ。40秒とか。あと30秒。ね、待って、終わんなかったらどうするのこれ。ティッシュ配りですね。え、でも合ってればいいんだよ。あと15秒です。待って、ちょっと遅らせてよ。待って、3、2、1。ね、あと3問だったの。でも25問あってればいいんでしょ。じゃあ、回転しますね。はい、回転していきます。長谷川さん昨日の昼は何食べました？昨日の昼ですか？はい、セブンイレブンのお弁当ですね。何食べたんですか？鶏と、なんか手動いてないんですけど、煮卵が入ったお弁当を食べました。どんな味でした？かつおだしがいい味を出してましたねめっちゃ合ってんだけど。待って、私めっちゃ頭いい。これ全部暗算出るような。やったー、満点ですね。 A は満点。あとこっちで10問合ってれば大丈夫ですね。見て、これヨガが使った暗算の機械。おっ、皆さん、イエーイ、合格したよ。合格おめでとうございます。ありがとうございます。合格していただいたので、はい、プレゼントがあります。ねえ、これをティッシュ配りのアルバイトに。ね、これを一応のやつずつ。どうぞ。ね、ポケットティッシュはこちらで用意いたしますので、どっちにしろティッシュ配りのアルバイトをしていただきます。あってても意味ないじゃん。僕的に正直25点取れると思ってなかったので。マジひどい。ひどいよ。ゆなとこめっちゃ舐められてた。ってことで、次は後日ティッシュ配りでお会いしましょう。お会いしましょう。最悪の一日でした。バイバイ。ゆなさん、一回試してほしくて。いやよ足すいよやになってる。いやよ足すいやよ足すいやよ
もう一回嫌よ。もう一回嫌よ。もう一回最後一回断ったらいいわよ。いいわよ。これにね、足す3をするの。いい女、ユナの誕生日。やるやん。やるの。でも全然いいくないの。料理もできないし、お部屋片付けもできないし、オットマンで転ぶし、手切るし、なんもいい女じゃないの。ユナさん、それ手何で切ったんですか？泡立て器のさ、回すところを本体から取ろうと思ったら硬くて、思いっきりポンって取ったら、勝手に入れちゃった。面白くない。